坂口健太郎異例の日テレにクール主演の裏、元金プリヘイヤ仕様の退場が影響。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。俳優坂口健太郎、31が主演するドラマ、D.R. チョコレート、日本テレビ系。 土曜午後10時の公式サイトが15日クランクアップを迎えたことを発表した。坂口といえば7月期にも同局系でコード願いの代償7月2日スタート日曜午後10時30分を主演することが決まっている。これまで曲をまたいでのニクール主演などの例はあるが同局系でニクール連続の主演を務めるのは超異例の待遇だ。 日テレとしては、主演はこの人しかない。とそれぞれのドラマを手掛ける二人のプロデューサーが坂口に惚れたことになっているが、実は D.R. チョコレートは当初、キングピンスの元メンバー平野ヤー仕様が主演を務める予定だったという。日テレ関係者は、作家の段階で事務所にスケジュールを出してもらい、平野さん主演の方向で話が進んでいました。 同枠は昨年10月期にキスマイフと2の玉森裕太さん、今年1月期は嵐の桜井翔さんが主演しており、上半期はジャニーズ主演となるはずだった。それが昨年11月に平野さんの脱退、退場が発表されると一度企画がストップ。急遽主演の最高となり、人気、演技力の高い坂口さんにお願いして何とか決まりました。 坂口はニクール主演が発表された際、2作連続主演というのは僕もあまり経験したことがないことで、すごく大変そうだなとも思いつつ、2つの作品が両方ともとっても魅力的だったので、どちらも演じたいと思いました、とコメントした。D.R. チョコレートでは、引き腕を失った元医者役を見事演じきっておりはまり役との声も上がっている。 7月期の主演はある意味を詫り、主演。4月期が決まった段階で、その後の坂口さんのスケジュール確認したところ7月期しか空いてなかったそうです。どう何はともあれ坂口にとってはステップアップとなりそうだ。東スポウェブ。平野志耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方。 チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。